御嶽さんの火災のあ火山の、えー、と噴火で非常に多くの犠牲者が出ましたが、えー、火山噴火予知連絡会会長は逮捕されなければいけません、えー。これは過激に見えますが、そんなことありません。えー、数,数年前ですね、イタリアの地震で、えー、同じような予知委員会の委員がですね、まあ、地震が大丈夫だと言ったことによって逮捕され、えー、有罪になりました。 これはまあ当然なことなんですね。これをやらないとですね、えー、安全にならないんですよえ。つまりまあ、もう大元は、大元は当たり前ですね。人間は言ったこと、判断したことには責任があるっていうことなんですね。これは当然なんです。で、責任を取りたくなければですね、別に発言したりしなければいい。それから決定する地位にいなければいいんであってですね、非常に簡単なわけです。え今回の件はですね、9月初旬から御嶽山の地震計がしばしば、 反応していました。ちょっと一応数に示しました。下の図に示しました。えー、また東北大震災以来ですね、日本の山でマグマの活動が盛んになっていた山も随分あるわけですね。それを知っていながら、レベル1、レベル1ってのは注意せずに登山できるという指示をするんですよね。予知連絡会会長が決定するわけです。そのままにした責任は非常に重たいんですね。 いつも日本では専門家というのが登場しまして、まあ、いろんなこと言うわけですね。主に東大教授とかその他の国立大学の先生が、まあ、国の委員になるわけです。で、このブログに再々書いておりますが、学者は学問の自由があるわけですね。ですから、自由な発言が許されますが、それは精神的、内的な自由であって、社会に具体的な影響を持つ国の委員会などでの委員発言はですね、当然、もちろん権限がありますから、 まあ権限があれば責任があるのは当たり前ですからね。あるわけです。これは裁判官、医師なども同じですね。私たちは学者と専門家の2つの顔を持っているわけです、えー。もし自由な学問をしたければですね、国の委員などになってはいけないんですよ。別に構わないんですよ。ならなくたって別に学者は学者なんですから。そうじゃなくて専門家として自分は権限を持ち、 社会に発信したいと思うならですね <laughs>、責任は生じてきます。その代わり、責任、あの、自由に発言できて、権限も持ちますが、自由が制限され、責任も取らなければいけません。えー、福島原発事故の時もそうでしたけども、学者には責任がないけども、国の委員長はですね、ヘマしたら責任があり、被害者が出たら逮捕される。これ当然ですね。だって、そんな無責任な、 あの、権限ってないんですから、権限は常に責任を伴うわけですね。医学者は安楽死を研究してもいいんですね。お医者さんで言えば医学者は安楽死を研究してもいいけども、医師は社会の了解がなくて安楽死を施したら、ま逮捕されます。実際、日本で安楽死を施した医師に対して有罪になりましたね。そのお医者さんもちろん言い分ありますよ。だってもう患者が苦しんで苦しんでるの見てますから、つい、 まあ、仏心でやったんでしょうけども、それはやっぱり医として、社会的に認められないっていうことですね。このところ、日本にはもう災害が続いております。え、これ、気象庁の問題が多いんですけど、それ他にもあります。これは、これを止めるにはね、やっぱり誰が権限を持って何を言ったのかと、それによって誰が死んだのかということをはっきりしないとね、犠牲になった人は浮かばれませんよ。だって今度もですね、なぜ、なぜ、その、 おんたけさんで犠牲になったかっていうと。いや、山を登るときレベル1と書いてあるからなんですよ。レベル1は特段の注意を要せず、普通に登山ができますと。いうことですから。で、テレビで盛んにね、なんか予知できたかできなかったのかなんてやってますけど。できなければ、レベル1もレベル2も出すべきじゃないんですよ。今度あの会長がひどいこと言いましたね、昨日。あれだけでもって私は逮捕だと思うんですね。いや、火山の あの、余地なんかこんなもんですよ、つったんです。いや、こんなもんだったらいいですよ、そりゃ。もちろん、それはそれでいいんです。その代わり、レベル1とかレベル2とか、自分が決めちゃいけないんですよ。決められないと言わなきゃいけないんです。決められないものを決めたんですね。決められないものを決めて、私は決められませんでしたけど、死んだ方が悪いんですよって、そういう言い方ですからね。私はもう、これはね、亡くなった方が浮かばれませんよ。だってですね、 あるところのに川があると、じゃあ、そこの橋がかかってる、橋は渡って平気ですよって渡ったら落ちたと、落ちたら橋の管理者がね、いや、この橋はどうせ腐ってるから落ちるかどうか分からなかったんですよ、だったらね、この橋は腐ってますから、落ちる可能性もありますってことを、普段に変えとかなきゃいけないと、そんなことをね、言うような人が、逮捕もされないで、ノーノーとしてちゃ困るんですよ。